なき公園になってしまうと、誰もが使えるはずの公園が夜間施錠され、使用料がかかり、そこを使っているさまざまな人たちが追い出されてしまいます。これは僕らはおかしいと思って反対していますし、今そういうふうに自分たちの主張を書いたチラシを配っています。ぜひ皆さんこの計画を知ってください。今一緒に動く人が増えればまだこの計画は止められます。僕が知ったのは去年の夏で、問題が発覚した直後ぐらいですね。知った時にナイキ公園になるっていうことでまずびっくりしましたよね。その企業の名前の公園っていうのは多分日本でも初めてなんじゃないかなって、少なくとも聞いたことはないなと思って、で、その後も知れば知るほどこれは独占じゃない、その企業の独占じゃないかっていうふうに思って、わっしょいわっしょい来るな返せ。公共空間とは何かと言いますと、やはり一言で言えば誰でもいつでもアクセスできる、誰にでもいつでも開かれている空間のことが公共空間です。ではじゃあ今現代都市でなんで公共空間の危機ということが言われているのか、つまりそれがその失われようとしているという問題があるかと言いますと、一つは知らないうちにこの市場原理というのに、都市なり空間が全て覆い尽くされようとしていて、一つの価値観で覆われようとしているこういう時代にあるわけですね。でそれがじゃあ完全にこうそういうその市場原理で覆われると都市ってこう窒息してしまうわけですけども、現代の東京を見ていますと、そこにこういくつかこう亀裂のような傷口のようなものがこう散りばめられていて、かろうじて、都市としての公共性っていうのは維持されているような印象を持ってるわけですね。でそういう意味ではその宮下公園っていうのは特に渋谷のようなコマーシャリズムの中心にあるようなところで、市場でこう窒息しそうなような中にあって、ふっと息を吸える、あの本当の意味での公共空間というものに。宮下公園って多分なんでこれだけいろんな運動が盛り上がってるかというと、それぞれいろんな関わり方をしてる人がいるからだと思うんですよね。そこでただ休憩する人もいれば、そこに住んでる人たちもいれば、それを支援してる人もいれば、あとその僕のようにそのデモやイベントの出発地点として使ってた人間もいるっていう、でそういう多様なあり方そのものを一元化して壊しちゃうでっていうことの問題を感じていて、最初にフットサル場ができた時にあれって思ったんですけど、その後もその改修計画があるっていうことで、これじゃ余計使えなくなるじゃないかってびっくりしたんですよね。渋谷はすごい消費都市で、同時にそういうふうに消費のチェーン店が多いってことは、そこで働いてる不安ってことはその人も多いで、その人たちにとってみれば なんていうかな、働いて物買って働いて物買ってっていうサイクルに巻き込まれていくだけじゃなくて、宮下公園の夏祭りって僕2年連続で参加してるんですけど、やっぱそういうサイクルとは違う表現とか、炊き出しみたいな人とのつながりっていうものがあるじゃないですか。そういうところと出会うことこその方が大事なんじゃないかなと思っていて、だからそうやって垣根を越えたつながりを作っていくことが大事だと思うし、宮下公園はその場になりうる場所だと思うんですよ。そうやめて、そのナイキ化って今言われてることは、もしこれがナイキの思うように進んだとしたならば、せっかくその都市のこう息抜きって言いますか、かろうじて窒息しないで済むように残された場所というのが、これもまたこのマーケットの論理で塗りつぶされてしまうと。でもここでホームレスを支援する活動をしている人たちとかですね、ネーミングライツというようなものに対して疑問を持っている人たちのこう活動がある。つまりその同じ宮下公園という一つの空間をめぐって、それはナイキも含めて区も含めてですね、いろいろな人たちがそのいろいろなこの意見を言えるような状況が少なくとも表に出てきたということは、宮下公園が公共空間であるっていうことの一つの証だと思えるわけですね。呼んでください。やめろ、呼んでください。絶対に認めないぞ。呼んでください。やめろ、やめろ。
考え直してください。今からでも遅くないから考え直してください。考え直してください。はい、危ないですよ、危ないですよ、危ないです。やめろ、危ないよ。反対、はいって言ってるでしょ。危ないよ、そっちだろ。明日公園ないっかをやめろ。危ない、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 ライカキレコやめろ。ネーミングライツっていうのは公共施設の名前を企業の名前ですとか、それから企業の特定の製品をつけるということが今広がってるんですね。でまずそもそも広告料収入を得るために住民の公共施設の名前を売るといいますか、特定の企業や製品のコマーシャルのために使うというのはそもそも税金で作った収支に合わないというのが大きな問題だと思います。皆さんこんにちは。ギャスセンターユニオンです。宮城県の事例では何といっても公的な施設に名前を冠していた企業が大変問題を起こして、で行政としてそのような企業の名前をつけておくことができないということになって契約解除に至ったということですので、当初見込んでいた広告料の収入との関係でもですね問題になりましたし、あるいは行政が名前を PR している企業だからこそ信頼して派遣に登録したような方がもしいたとすれば、そういう方たちに対する行政としての責任もあるのではないかな。このネーミングライツっていうのはね、できる限りいろんなこの渋谷の施設等々をですね資源にして、一つこれをお金に換えられるようなことをですね、これから財政的に厳しい面がございます、その施設を運営管理していく財源を確保していくということは、まあ区政にとって、ね、大切なことだと、重要なことだと思っておりますから、財源確保のためのこのネーミングライツというのはこれからも私は努力をしていかなくちゃいかんと